ッチお疲れ様です。お疲れ皆さん、皆さん、今日は何の日？この日イエーイ。いや、23日だけど確かに肉の塊が肉の日って言えば肉なんだ。社長、あの TikTok の企画前やったじゃないですか。忘れてないの？忘れてないですよね。忘れないよね。忘れない、忘れない、うん、これ忘れてると思った。俺から岸田さんだけど、覚えてるんだ。よくない、よくない、よくない、よくない。とうとうあの115万円を使う時が来ました。イエーイ。社長、いいよ。今ね、TikTok 伸び悩んでるんです。そうなの？うん。いいよ、ないの？コメント1個もらったら、社長が100円出したら。コメント1個分、事務員がいただけると。で、そのコメント分の貯まったお金で、社長に焼肉を持ってあげる。なんか俺騙されてる気がするけど、なんかまあじゃあそれでいいよ。じゃあ1コメント100円ね。じゃあ1000件来ても10万だね。1000件来たらやばいよね。10万ですよ。1000件来て10万余裕だね。焼肉連れてやるよ。早川さんのファン多いから。本当に本当ですね。はい、1コメント。せーの、ゆびきりげん、よろしくお願いします。コメント待ってるね。みんなじゃあ100円ってコメントするんですよ、全員。動画上げた日から3日間ね。じゃあ3日後に結果。今日から3日間、今日から3日間、みんなコメントください。コメント見ましたか？やばいよ。10万ぐらい言ってたでしょ。60、いやいやいや、65万。11,500 コメント来てて、今現状115万って丁寧にフォロワーさんが書いてくれてました。うん、1万以上コメント来ちゃってるの？来てるんですよ。なんでいつもしてくれない？いつもコメント100件200件じゃん。なんでこんな時一気団結しちゃってんの、みんな。なんか取り返しつかないね。もう115万円使うしかないってことでしょ。そう、使い道考えないとね。ちょっとね、社長がかわいそうだなって思った。行っても20万いけばいいよねくらいの感覚だったじゃないですか。どうします？いや、そう、なかなか賛成だけど、100くらいで切ってやってもいいよみたいなね。ちょっと使い出し切ってやってもいいで、ね、嬉しいわ。でも、うん、締め切りはしたんだ。そう、あのちょっと早めに締め切ってあげた。あ優しい、うちの社員優しいわ。じゃあ115万円で決定。なんかしようじゃん。こういう企画やらないおいしい肉肉肉肉でも、肉だけじゃ絶対使い切んないよね。使い切んない、使い切んないよ。だから、あの一生懸命早川さんが使い道を考えてるから。使い道、幸せな仕事だね社長。はい、まあ、今回はフォロワーさんにお礼を言ってください。コメントくれたフォロワーさんにね。俺が115万円払うことになったことをすごくありがたく思います。今日です。今日だ。え、今日だ。今日行きます。ほら、みんななんか続々と帰ってきてると思わない？そう、今日いつもみんな早いでしょ。うん、いつもよりみんな早いよね、帰ってくるの。あ、いや、雨だから早く帰ってきてんじゃないの？いやいや、うちは雨でも頑張って働いてくれるもちろん。いや、基本雨だとみんな帰ってくる。雨だって言うな、言うな。今日行ってくるの？いや、もう、え、社長も行くんですよ、はい、やっぱほら、腹が減っては戦はできぬって言うでしょ。お腹いっぱいにしてから仕事してください。飯食いって戻ってきて、そう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 。ね、早川さん。そうだよ。ゆえみたちにご飯食べてじゃん。やっぱ社長も連れてってあげたいから、うん、連れてくよ。仕事あるよね。忙しいよね。うん、じゃあ戻って仕事して。今日じゃなくていいじゃん。いや、ダメです。今日です。なんで今日なの？いや、もう今日予約もうしてあるの。準備してんだ。準備してんだ。もう予約取りました。だからみんな帰り早いの。そう、もう従業員みんなに言ってあります。仕事しろよ。もう佐久間っていう名前で予約してあります。どこ予約したの？え、もちろんあの英語ランクのね。うわー、出たよ。出たよ、協力的な人でしょ。そう。すげえ協力的なんだ、そのお店。もう撮影も OK ですよって。もっと早く行ってほしかったな。なんで？いや、お昼焼肉弁当か。じゃあ行きますか。はい。フェニックスチャンネル。タイム。
原さんもちょっと映ってもらおうか。まあね、視聴者様のおかげで、はい、まあ、私がね、115万を使うことになりました。これ第一弾として、自分の行きつけの焼肉屋さんに行くことになりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。とりあえずここでお金をまあ使っていこうと思うけど、まあ、100万いかないでしょ、焼肉屋。その前に115万持ってきた。持ってきて、見せてよ。いや、ごし持ってきて。チックが入ります。 100万持ってきてよ。115万やってんの。100万いかないでしょ。足りないよね。だって115万足らないわ、やばい。それは企画違い。15万持ってねえのかよ。貸してくれんの。とこ取り場で。なんて出んだ。今日でもあれだよね、全員屋さん25人ぐらいか。お疲れ。お疲れ。お前ら遅いよ。お前ら遅いから、お前ら給料から払うことだったよ、これ。じゃあちょっと、じゃあ15万お借りします。はい。あ、そうそう。はい、ということで、ここにじゃあ115万あります。使ったままだよね。はい。そうですね。だからここでとりあえずなるべく使うだけ使って、足らなかった分は、トミーにあげるし。食べんだよ。じゃあいただきます。いただきます。はい、皆さん、全員集まったから、みんなグラス持って。今回ね、視聴者さんが焼肉を食べてくださいといっぱいコメントくださったんで、視聴者さんにみんな、いただきますと言いましょう。はい、じゃあいただきます。いただきます。せーの、乾杯。いい。ピザは単使用新鮮マリエ。いただきます。熱い。大丈夫。音聞いて、音聞いて。うん、うん。そうだよね、違う。顔もつけないで笑っていいですか。ちょっと専務のために焼いてあげて、ちょっと遅くなった。疲れたの専務。疲れてた。乾杯って。お疲れ様です。ね、これいつからあるか分かんない。これだけは一番最初にあります。これ何、コーラ。コーラ。コーラ。あの、炭酸もなければ味も氷です。だから、お疲れ様です。お疲れ様です。何食べてんの。え、肉です。肉です。はい、肉です。ご飯。仕事疲れた今日。まだ全然食べてない。ねえ、腹立つそれ。へいへい。見て見て、チキンプンチで。チキンプン。あー、上等ですよ、母さん。美味しいよ。美味しい。うん、シェイク美味しい。はい、美味しい。食べてる。え、食べてる。本当。餌は映す。え、なんで。こっち閉めてないで。ありがとうございました。こんな美味しいもの食べられました。ちょっと見てくれる。見てくれる。うん。こんな金額だよ。うん。俺が食べれたんだよ。はい。バイバイ。え、何頼んだんですか。え、極上リブの。え、で、わ、来た。やばい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 。だからほら、朝に朝にやるから。やばい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 。や、肉が似合う。一番金がってくる。どっち。俺に18,000円の価値ある。いや、倍でしょこれ。イエーイ。じゃあ、乾杯。イエーイ。これ全然入ってない。乾杯。いただきます。トミー、これうまいよ。いや、本当にやばい。前、これはうまいわ。これ。トミー君のどこの部位？トミー。水からしたら腹？いや、胸下くらい。胸下。際どいところ。希少部位だ。希少部位。なかなか食べないところ。ね。だから美味しいんだね。美味しいこれ。
いい飯食ってるんで蓄えて今そうだね水門中強くしてもらってトミさん美味しいですトミさん美味しいです美味しいです言ってますけどこれ視聴者さんに乾杯よりもトミーに乾杯の方がいいんじゃないみんなが幸せになってくれれば俺はいいよトシーくんミッくん美味しいです美味しいですありがとうございますはいありがとうございますあとハイボールはい乾杯うわぁ、うん、うん、視聴者の皆さんありがとうね、本当にね、美味しいですなんかビールが似合うねはいやばいちょっと待ってくださいお前何言ってお前会社で金払って仕事やだやだやだ山ちゃんがなんか背景とすごいなんかマッチするんだけどフィギュアみたいそうちょっと待ってください、まあ、これフィギュアしないフィギュア給料52万1000円からはいお願いしますということでじゃあまあ注文パターンちょっと中途半端だから、まあ、50万使ったらどうでしょうそうですね50万使ったんで65万を何かに使えばいいんでしょはい OK ですはい、いいですね、ごちそうさまですごちそうさまですごちそうさまでしたごちそうさまですあ、すいません、ごちそうさまです、ありがとうございますごちそうさまです美味しかったですあー、そうですごちそうさまです長今日来れないやついたじゃんあいつら全員来たら60は行ってたよねそうですすいません、なんかありがとうございます